はい、ダイワピアラブです。タイミーをはじめて在日外国人のことを好きになる人が急増ということをお伝えしていきたいと思います。タイミーやメルカリハロなどの単発バイトに出ている飲食店や 工場、物流現場などは人が集まらず不人気の職場が多いです。そのため、日本人が集まらず在日の外国人の人たちで回しているところが多くあります。この在日の外国人の人たちが めちゃくちゃ親切なのです。私もタイミーやメルカリハロで入った飲食店やホテル、ブライダルなどで何度もベトナム人の人たちに助けられました。対して日本人は社員もバイトも タイミーやメルカルハロで入った人たちに対して、高圧的に接してきたり、嫌がらせをしてきたりする人たちが多くいます。こういったことから、タイミーで入って、在日の外国人の人たちのことを好きになった、 といいう人が多くいるのです、えー。このようにですね、本当にこれはもう、えー、事実としてね、こういうことがありますね。うんえーまあ、私がね、こう現場で入って別のタイミーさんと話しても、えー、本当にね、このベトナム人とかね、えー この東南アジアの方とかね、本当に親切ですねっていう話をしたりします。うん、もう対してね、まあこれも言いたくないんですけど、うん、この日本人はね、えー、もう本当にその飲食店だったら、あーなんか中にはね、一人はこう嫌な対応をしてくる人がいたりとかね、うん。まあ、そうじてあんまり日本人っていうのは、 まあ、あんまり優しくないですよね。うん。ご視聴いただきありがとうございました。